はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。なんで対戦の、ね、構築がこんなゲテモノ揃いかっていうと、僕今5桁なんで、対戦でも普通に5桁なんですよ。でまあ、こういう相手になると、で、まあ、僕がせっかく5桁にいるんでね、このルールに対する文句をちょっとめちゃくちゃ言う動画にしようと思ってるんですけど、なんでかっていうと、客観的にこのルールがクソってのもあるんだけど、普通にね僕がこのルール合ってないのと、僕が勝てなくてムカつくから、あの鬱憤晴らしにね文句を言う動画にしようと思います。選出はラッキーランドラッキーアット1、まあ無難にイベル投げてもいいけど、まあイベルでいいか、これで。てかさ、最近ちょっと話それて悪いんだけどさ、なんか適当に喋って適当にさ、こう、なんていうの、適当にこのゲームやるだけでさ、なんか適当に金稼げてる向こう先生ってめっちゃいいよなって思うんだけど、まあそんな話はさておきね、向こう先生が羨ましい話はさておき、まず、まあこれは僕の意見なんだけど、5桁の意見なんだけど、ダイマックスってめちゃくちゃ噛み合い系なんですよ。雰囲気噛み合いゲーで、めちゃくちゃ雰囲気噛み合いゲーなんですよ。で、なんでかっていうと、ダイマックスできるポケモンがね、固定じゃないから、なんか試合中に雰囲気でね、ゲーム展開がいくらでも変わるっていう、まず雰囲気要素があって、その中で、近伝ってさ、めちゃくちゃその、なんて言うんだろう、強烈なこう、特徴を持ってるから、なんて言うんだろうな。なんか汎用的な対策でね、あんまり対策できないっていうか、専用の、こう、戦い方になってくるんだけど、それが6体いるとね、さすがにね、3体でね、相手が6体に全部に対応って無理で、なんか相手が何を選出してるかと、どういう型になってるかと、いつダイマックスを切るかっていう、なんか気分、相手の気分によってこう試合がね、決まるような感じになってるんですよ。それが僕はね、めちゃくちゃ、まあ嫌なんだけど、まあそれが一番主なところかな。あと僕が小手先の立ち回りがね、一人劣るので、勝てないと。ここも割とたくあんだよね。僕ここステロ安定なんだけど、相手がストリーム打つこと考えると一回産まなきゃいけなくて、僕偉いから産むんだけど、引かれて普通に無駄になって終わるだけです。で、これ、僕こういう立ち回りされるからってステロ巻くと、次、ストリーム飛んできます。で、鬼しずくもはそういえば考えてなくて、また鬼しずくもはさ、このゲームに別に登場しないポケモンだからさ、対策はしてないんだわ。マイルでワンチャンリアルはこれ無理になっちゃうけど、まあでもランドと2体で気合でいけなくはないか。気合入れればなんとかなる話はあるけど、まあ、ステロだけ巻いて退場しとくか。ラッキーは、てかこれ甘えるでよかったじゃん、ラッキーのが早いなら。鬼しずくもはさすがに知らんわ。全然甘えてよかった。僕が下手なだけでした。歌って解決します。当てるとこの問題全部解決します。これならマジで甘えるでよかった。本当に失敗した。オッケー。なんか困ったこと解決したわ。最速を消しないでほしいな。鬼しずくもってそっか遅いのか。いないポケモンのステータスなんて覚えてないからね。まあ、コーターン起きなければ全部解決するので問題なしと。オッケー。はい、余裕。ざまあ見ろっていうね話ですよ。なんか僕もさ、昔はなんかそこそこ真面目にこのゲームやってたはずなのに、いつの間にか5桁の人をさ、人のこう、おもりをする仕事に就いたわけではないんだけど、そういうつもりはないんだけどさ、そういう人生になっちゃったね。起きても雨がないのでもう楽勝と。急所。まあ、どうせこうなるなら甘えるから入るより。まあ結局イベルで始末するんでいいんですが、ラストのディアルガしたいかな。ディアルガの機嫌次第かな、こうなると。こ
ここはまあさすがにデスイングで落ちると思うから、直帰とかでも落ちんじゃない？直帰はさすがに無理かな。あ、マーカーとか打ってもよかったけどな。ひるみもあるし、A も下がってるし。まあでもね、いくらね、ゲームが、ルールがクソでね、雰囲気となんか噛み合いで決まるゲームとはいえね、僕が、雑魚なことは確かだね。それは否めないわ。もう、どうに行っちゃったんだろうね、昔の。昔のって言っても別に、ちょっとやってたぐらいだから別に。そんなね、ここまでひどくはなかったのは確かだけどね。とりあえずこれで落ちる。でも僕、耐えんのか。しらけるな。ステロ負けてるから、オーガに対してそんなに別に悪くないんだよな。アークでさすがにオーガ飛ばないかな。ちょっときつい寄りか。なんならランドロス後ろに残した方が多分よくて。ゼクロム考えてもランドロス残すべきで、ここ大賀から来るかな。フイかなんかで削って地震で取ってみたいな感じの方がいいかな。多分ランドの方が早いから、でね、歌うで解決したり、歌うを一発目から当てられて最長眠りしたりするのが霞むほどね、そんなのはあまりどうでもいいと思うぐらいにね、雰囲気ゲーになってます。めちゃくちゃ文句言ったからちょっと満足したわ。言いたい放題言って。不意で切っていいかな。裏なんでも。ランドで勝ちでしょ。ディアルが回す切ればいいから。ダイアイス持ってるとちょっと話変わるけど。マスカフ考えると。さすがに。結局ね、なんかあと壁ゼルのやつとかそういうしょうもないのが横行してるから、本当にしょうもないんだよね。なんか片読みとさ、読みっていう概念がそもそも僕しょうもないと思うからね。なんでバカに合わせてこっちが行動変えなきゃいけないんだって話になるから、僕はあでもね、たまにやるけどね、最終日の2桁とかからの時だけ魂のプレイング通す時あるけど、そういうことを昔はしてたけど、ダイマ切るんだったらアクハでよかったな。地震で落ちそう。あ、でもジェット切った方がいいか。オールされるのが嫌だけどな。古い立ち回りもやってたけどさ、それでもなんか本当に勝ち筋がない時とここ一番って時だけで、基本的には同じ立ち回りを常にするっていうのが一番いいと思ってるからね。あーでも相手だけダイマックスないなら、まあさすがに負けないか。一番ダメージ出るじゃどれいいかな。さすがに落ちると思うんだよね。ジェットで処理して、でランドロスはマジで使い勝手がいいけどね、耐久が全然足りないからね、普通にスカーフでしか使いようがないと思うんだよ。タスキかスカーフしか使いようないと思うんだよな。カバルドンでさえ耐久が足んないような感じだからさ、ランドロスごときで威嚇入ってても耐久足りるわけないんだよな。ジェットで多分落ちる。さすがにね、ここウォールされなかったのめっちゃでかくて、もう僕正直ね、YouTube のためにやってはいるけど、このルール発揮、このルールっていうかもう、本当にやりたくないもんな。普通になんか10月と言わずに、普通にもう今日この瞬間、さあ、今ちょうど、ふと時計見て日付変わったんだけど、これでもう終わっていいもんな、8世代。これ以上はちょっともういいかなって感じしてるからね。文句十分言ったんで満足しました。GG お疲れ。